ノースクライド線は、イギリス、スコットランド中西部にある、近郊鉄道路線群である。エディンバラから、バスゲート、エイドリー、グラスゴーを経由し、ヘレンスバラに至る本線と三本の支線で、形成される。ネットワークレールによる、線路名称では、ニューブリッジドラムゲロック線と、北グラスゴー電気鉄道線群に分けられる。2020年現在の運行事業者は、 アベリオ・スコット・レール。クライド側に沿って走る列車、ボーリングにて、ノース・クライド線は、イギリス国鉄によって1960年に、電化された鉄道路線群であり、グレーター・グラス・ゴート試験を東西に貫き、ラナークシャー北部とダンバートンシャー西部を結んでいた。電化開業から50年後の2010年、ネットワークレールによって、エイドリーから東、 バスゲートまでの延伸が行われ、イギリス国鉄時代に旅客営業を再開していたエディンバラ、バスゲート線に接続、いずれもノースクライド線に組み込まれた。なお、これによって当線はエディンバラとグラスゴーを結ぶ4本目の路線としての役割をも追うこととなった。本線はエディンバラウェイバリー駅からバスゲート駅、グラスゴークイーンストリート駅を経由して、 ヘレンスバラセントラル駅に至る。グラス号の東側には、スプリングバーン駅に至る支線が、西側には、ミルンゲービー駅とバロック駅にそれぞれ至る支線が2本、あり、この他にハインドランド駅とダルミア駅の間には、シンガー駅経由と、ヨーカー駅経由の2通りの線路が存在する。パーティック駅以西、ダルミア駅及び、ミルンゲービー駅までの線路は、アーガイル線と共有しており、 ウェスタートン駅からクレーグエンドライン駅の間は、ウェストハイランド線の列車も走行する。また、東側のニューブリッジ信号所からエディンバラウェイバリー駅までは、グラスゴー・フォルカーク・エディンバラ線及びエディンバラ、ダンブレイン線との共有区間である。グラスゴー・クイーン・ストリート駅並びに、エディンバラウェイバリー駅を発着する路線のほか、スプリングバーン駅で、カンバーノールド線とアニースランド駅で、 メアリーヒルセンとパーディック駅でグラスゴー地下鉄との乗り換えが可能である。ノースクライド線の一部区間には貨物列車も走行している。ノースクライド線はグラスゴー中心部をトンネルで貫いているが、この区間は1886年開業でグラスゴー最古の地下鉄道である。開業グラスゴー近郊の鉄道路線の大半と同じくノースクライド線は ビクトリア朝時代に開業した鉄道路線の集合体である。以下は開業都市順の表である。この後、ラナークシャーダンバートンシャー鉄道とカレドニアンダンバートンシャージャンクション鉄道の西部区間はカレドニアン鉄道に、残りはノースブリティッシュ鉄道に吸収された。さらに、1921年鉄道法による鉄道会社グループ化ではノースブリティッシュ鉄道は ロンドンノースイースタン鉄道にカレドニアン鉄道はロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道に統合された。廃止1948年の鉄道国有化によりすべての路線がイギリス国鉄の路線となった。グラスゴー周辺地域ではキュールナーの路線の一部が旧 LMS の路線との重複を理由に廃止になったほか輸送量の減少や 電化計画からの阻害などを理由としていくつかの区間が廃止されている。以下は、主な旅客営業停止日の表である。再開業グラスゴークイーンストリート駅、ノースクライド線ホーム入り口にて、グラスゴー近郊路線の電化を記念した、プレート1960年に、当時残っていたノースクライド各線の電化が行われ、11月5日に、式典、 7日に電車での通常運行が開始された。ボーリングの西側、ダングラスには、旧ルナーの路線と、旧、LMS の路線をつなぐ、信号所が設けられ、ノースクライド線は、ダンバートンイースト駅を通る旧、LMS の路線を通ることとなり、旧ルナーのダングラス、ダンバートンセントラル間は廃止された。電化方式は、交流 25000V50Hz だが、 京商トンネルが存在するスプリングバーン、ブリッジトン、ミルンゲービの各支線と洋川周りの線路は例外的に6250ボルトでの電化となった。なお、絶縁技術の進歩により現在では全線が25000ボルトでの電化に統一されている。2010年10月にはバスゲートエイドリー間が再開業した。この区間は電化区間として再開業しており、 これに合わせて、ヘイマーケット、バスゲート間も電化が行われている。グラスゴー北西部及びダンバートンシャーの旧カレドニアン鉄道の路線は、旅客、貨物双方の営業を停止していたが、1979年にルサーグレン、グラスゴーセントラル、パーティック間がアーガイル線として再開業した。パーティック駅東側のノースクライド線との接続部では立体交差が、 新たに建設された。アーガイル線の開業に合わせて、ブリッジトンセントラル支線が、アーガイル線、ブリッジトンクロス駅に置き換えられる形で、同年11月5日に廃止され、また、12月17日には、パーティックヒル駅がやや南側に新設された、パーティック駅に置き換えられて廃止された。1981年のローモンド湖における遊覧蒸気船の運行終了により、 1986年9月28日にバロックピア駅が廃止された。1988年4月にはバロックセントラル駅のバロック駅による置き換えによってバロック支線はさらに短縮された。ヘイマーケット駅にてヘレンズバラ中央駅発の334型電車エディンバラからエイドリーへの旅客営業は1956年に停止となったが、 1986年には、実験的なエディンバラ、バスゲート間の運行再開が行われ、大成功を収めていた。2005年、スコットランド政府は、エディンバラグラス号間を走る M8 モーターウェイへの延伸を行うと同時に、同区間の公共交通の改善をもう行わなければ、ならないと発表した。この目的のため、両都市をつなぐ4つ目の路線が作られることとなり、 バスゲートコートブリッジ鉄道の廃止区間の再開業が行われることとなった。再開業は2007年3月28日にスコットランド議会の承認を同年5月7日に国王再開を受け、同年7月のリビングストンロース駅での起工式を川切りに工事が開始された。はじめにエディンバラバスゲート線の複線化工事が行われ、 これは2008年10月に完了した。2010年10月には再開業区間であるエイドリー、バスゲート船が乗務員訓練及び団体列車に向けて開通。12月12日に一般旅客営業を開始した。トランスポートスコットランドによるエディンバラ・グラスゴー改良計画の一環としてカンバーノールド船及び接続する。 スプリングバーン駅付近のガーンガード短絡線の電化が計画された。これにより、ノースクライド線とカンバーノールド線の直通運転が可能となり、カンバーノールドをグラスゴー西部地域と直接つなぐことができるほか、グラスゴークイーンストリート駅上総会の線路容量の緩和が見込まれた。2013年1月に改良工事の契約が締結。 翌2014年5月から直通運転が開始された。平日土曜日曜パーティック駅にて320系、グラスゴークイーンストリート駅にて334系、ミルンゲーエビにて303型334型はエディンバラ直通列車のすべてとエイドリー異性完結の列車の一部で使用されており、エイドリー異性完結列車の大半は320、 型と318型によって運行されている。エイドリー伊藤、エディンバラまでの運行には、監視カメラとバックミラーの装備が必要とされており、形式による運行範囲の制限は、これが原因である。電波以前の旅客輸送は、タンク機関車による原因で行われており、パークヘッドとキップスに機関区が置かれていた。 代表的な機関車としては N2 型や V1V3 型などが挙げられる。電化によって導入されたのはスコットランド製の303型であり、ハインドランド旧駅跡に整備された電車区に配置された。また、1967年のインバークライド線の電化では、同線向けの311型が当初ハインドランドに配置され、ノースクライド線でも一部使用された。 303型、311系電車は登場当初、当時の標準色であった茶色や緑色ではなく、カレドニアンブルーと呼ばれる青色に塗装されていたことから、ブルー、トレンズという愛称が付けられていたが、1960年代末には、新標準色である、レールブルーに、1970年代末には、その改良版である青と灰色の塗装に塗り替えられた。 1980年代以降は、再び独自塗装となり、オレンジと黒の塗装を経て、1990年代末期には、円磁色とクリーム色の塗装に改められた。その後、2008年からスコットレールブランド共通の青色塗装への統一が行われている。1970年代には、クライド川南岸のシールズロードに、新しい車両基地が建設され、 311系電車、すべてを含むカスカートサークル線及びインバークライド専用車両が移管された。1979年のアーガイル線の再開業では、314型がハインドランド車両基地に配置され、ノースクライド先制部の一部区間で直通列車として使用された。1987年にはハインドランド車両基地が廃止、車両留置は、 ヨーカーの電流線、研修業務はシールズロード車両基地へと移管され、この頃から311軽電車がノースクライド線でもより頻繁に運行されるようになってくる。1990年には電化初期から運行されてきた303型、311軽電車の置き換えが始まった。本数が少なかった311軽電車は比較的早くに全廃となったが、 303型電車の一部は2002年12月まで運行が続いた。置き換えは321系電車の派生系である320系の導入で開始され、その後エアシャーコースト線からの318型と、新造のアルストム製334型電車も導入された。後者の2形式は、アーガイル専用314型電車をも置き換え、314型電車は、 カスカートサークル線とインバークライド線へ転属となった。南北間の移動の際にグラスゴーセントラル駅とグラスゴークイーンストリート駅の間を徒歩もしくはバスで移動しなければならないという現状を解消するため、ストラスクライド交通協会はノースクライド線とグラスゴー中央駅発着の路線をつなぐ新路線の創設を提案している。これにより、デンフルーシャーやヤーシャーから グラスゴークイーンストリート駅への路線や、エイドリー・ペイズリーなどのグラスゴー横断路線の運行が可能になる。実現のためには、現在貨物専用のシールズ信号所、マイナスベルグローブ間のシティユニオン線の旅客化と、ガローゲート、ハイストリート間への連絡線の新設が必要となるが、財源の目途は未だ立っていない。 レールウェイマガジンディセンバー 1960IPC メディアハットタイムズ7ノーベンバー1960ナショナルレールタイムテーブル226ディセンバー20102010年11月17日閲覧コリリアンアウォーデド40ポンド M カンバーナールドエレクトリフィケーションコントラクトレールウェイが Z インターナショナル2013年2月1日閲覧ありがとうございます